8時とかダメじゃないですか。
竹虎ラーメン味噌でしょ。裏竹虎ラーメン。あ、そんなありましたっけ。そんな悠々白書みたいなのありましたっけ。裏なんでしょうね。裏なんとかあるじゃないですか。裏島フェスさんはいつも何食う。裏竹虎ラーメン。本当に言ってる。本当。それ何なんですか。豚骨醤油だと思って食べてたもの。ああ、じゃあ豚骨醤油なんだろうな。調べたんですよ。竹虎今の時間入れます。どこだと思ってんすか。カブチョ。カブチョやった。めっちゃタイミングだった。なんだこれ。何ないの。なんか出てきたよ。これは、はい、これメニューここにあるんだ。何が新メニュー出てる。まず酒のメニューなんだ。居酒屋。お、すげえ。ラーメンのメニュー出てこねえんだ。あ、これ、はい、これこれがおすすめ。なんだかんだ来たらこれかこれ頼んじゃうんだよね。じゃあこれ、じゃあ裏竹虎にしようかな。裏竹虎ラーメン、表竹虎ラーメンないんですか。裏だです。裏だけなの。これうまそうだな。エビの濃厚魚介ラーメン。こちらはもう新メニューとなっております。
ありがとうございます。三丁目だから。三丁目少ない。食いに行こうよ。やってんじゃね？電気ついてるよ。ほら、ほら、うまいの？わかんないですけど、うまそうではあるんですけど。まあ我々星野さんユーザーとして一回言っとかなきゃいけないよね。そしたらだって、はい、パッパッと、のどぐろそばってやばいよ。まあ行こうよ。本日完売してるよ。あ、違う。普通のは行けると思う。よし、行こう。行きましょう。髪袋は必要ですか？あ、大丈夫です。魚ですね。なんか非常に胡椒とかないんで。魚っすね。
どうぞ。